はい、こんにちは、斉藤です。じゃあ、しゅうとびです。こんにちは、ともです。何してこんにちは、ともです。やべえ。こんにちは、もしずきです。おお。今日はなんと、何人切った今日？4人切ってますね。すごい、みんなコロッとしてるもんね。休みなのにすげえ。すげえ。いぶきかっこよくなったね。どうも。しんなくん、結構俺、あのセブンティーンかと思った。なんかさ、あのさ、あのマスクしないと口緩いからやめてもらっていい？口元が緩い。今日はいぶきさんは何ヘアなんですか？今日、あ、これですね。あ、おお、私が作ったしょうごくんのやつを完璧にデザインしてるわけですね。でも毛先の質感かっこいいね、やっぱり。抜け感がやっぱあるといいんですけど、ちょっと本当にカットも終盤なんですが、シスルー。ちょっと顔周りの前髪のシースルーバングの作り方聞きたい。なんか女性だとなんかちょっとあれじゃん、なんかコーム1本分でやってさ、分けて最後後ろつなぎゃいいけど、メンズのシースルーって意外と、僕はですよ、僕はなんですけど、あんまりシースルー意識して切ってなくて、シースルーはセットで作ってくださいってお客さんに言ってます。と普通のメンズの感じで切るんですけど、もう一個のパターンとして今回のいぶきはこう普通にこうやって取って切るじゃないですか。はい、こうやって切って取ってもいいんですけど、僕は、ままこのまま切ってセットで分けてね。なるほど。で、分けた時のここは多分溜まってくるんで、ここをセミングでちょっといつもこう踏みに落としてあげる。へえ。まあシースルー飽きて前髪戻そうって言った時にすぐ戻せるし、どっちも応用が効く、割と失敗が少ないシースルーの切り方かな。いや、分かりやすい。なるほどね。なんか一番簡単だなって思います。本当シースルー本当にしたいっていう人はもうそれ分けてから。そうだよね。できるしね。しかもさ、そのさ、最近よくやるのがあれじゃない？なんかシースルーラインでバンド止めてもらっていい？はい。さあできるか。シースルーラインでバンド止めるか。さあシースルーバングラインで取れるか。そう。あ。これだとちょっとノーシースルーバングになっちゃいます。これじゃ決まんないやつかもしれないな。顎が言うじゃないよ。すごい綺麗なカットラインに切ってもらったね。いやー、いや、そんな。あー、なるほどね。ちょっと俺の意図が通じなかったようだ。ちょっと一回持ってもらっていい？最近さ、あのさ、セットの時にやるのがこうやってさ、乾かす時にお客様にこのシースルーラインを取るじゃないですか。そしたらもう今の手分けるんじゃなくて、ここの前髪に落ちる髪の毛のところをこの自分が前髪の薄さにしたいようにこう分けとくじゃないですか。そしたらそれ今の手分けるんじゃなくて、もうこの段階で落としたいところに置いて止めとくんですよね。でドライ、それでドライで、おい、村松さんのストーリーだ。村松さんのみんな見たいストーリーのやつ。よいしょ。意味わからないわけね。で、これで大体この髪の毛ってこっちに落としたいじゃないですか。だから落としたいところでバンドじゃなくてバンドギリギリのところでピョンって止めるじゃないですか。そうすると、で、植えた状態でドライするともう一日中シースルーがキープするってやり方なんで、覚えておくといいと思います。皆さんはダイソーに走ってもらってこれ買ってきてもらってやったらもうシースルーだよね。そうですね。今日からあなたもシースルーだって。全然シースルーじゃないとか、うん、言って。一番前髪うざい人のシースルー。シースルーやめておかん。いいですね。君らが思うシースルーって何？定義。シースルーって何かポイントある？2人僕もつけちゃってる系前髪。なんてらっしゃってる系ってことだよ。なんていうか、しちゃう系美容師。くさ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 、笑い笑い。くさつけちゃう系なの。ごめん。シースルー、シースルーはもう薄め。薄すぎやしなかった。今の薄毛ちゃんだけど、かっこいい薄毛ちゃん。かっこよくなってないよ。何よ。
ね、うん、うん、知ってる、知ってる、いいぐらいに眉毛一番正解じゃない、いい感じ、いや、いいですね、良かったですね、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ってな感じでチャンネル登録と